日本がスペインを撃破です。サッカーワールドカップカタール大会の1次リーグで日本が強豪のスペインを相手に逆転勝利をつかみました。朝5時半を回った渋谷駅に来ています。徐々に人出が増えてきているんですけれども、このようにスマホで日本代表の試合を観戦する人たちや、ご覧のように警察官の姿も多く見受けられます。日本の勝利が近づくにつれて混み合っていく渋谷駅前。日本は前半スペインに先制を許しましたが、後半は堂安と田中のゴールで2点を奪います。そして歓喜の瞬間。日本はスペインを2対1で下し、1次リーグ突破を決めました。渋谷駅前の交差点では交通整理が行われ、行き交う人たちが日本の勝利に喜びを爆発させていました。まさかまたこんな奇跡が起きるなんてもう信じてたんですけど、もう夢のようですね。同い年の堂安選手とか田中選手が世界相手に躍動してる瞬間見たときに、自分も頑張らなきゃなって思いました、ね、勇気をもらいました。号外です。すいません、号外です。号外です。あ、日本の快挙を伝えようと東京駅前では号外が配られました。4時に起きて応援してました。最高です。日本の次の試合は日本時間6日午前0時から決勝トーナメントの1回戦でクロアチアと対戦します。